なあの犬。褒められてる。まだまだだなお前。いいか、俺たちは闇の世界の住人だ。光を求めるな。ごめん兄貴、俺が間違ってたよ。お前今笑ったか。笑いたきゃ思い切り笑えよ。この女、瞳の奥に闇が見える。俺と同じ地獄を見たか。なんでさっきはとどめを刺さなかったんだ。まさか間宮玲奈に惚れたんじゃないよね。まさかね。俺たちは闇の住人だもんね。ああ分かってる。逃げてください。あなたは私が守ってみせます。変身。バカしい。人間は所詮小さな欲望の塊、取るに足らぬ存在だ。消え失せろ。この人は俺が守る。お帰りなさい兄貴。ただいま。傷つき捨てられたゴミの山、ブロークンハートの俺にぴったりだ。このまま錆びて朽ち果てよう。いいよなお前は。まったくね。俺も一度でいいからお坊ちゃまくんって言われてみたい。勝手にくんをつけるな。笑えよ。なんだお前らは。失恋は最高の暗闇だ。地獄へ落ちようよ。ちょうどいい。俺は八つ当たりにおいても頂点に立つ男だ。最悪だ。最悪は最高なんだよ剣くん。お前も俺の弟になれ。兄さん。俺は地獄においても頂点に立つ男だ。頂点か。お前はいいよな。闇の世界でも前向きで。あんた誰だったっけ。俺兄貴が作る麻婆豆腐もう一度食べてみたい。今の俺に豆腐はまぶしすぎる。だろうな。そうだ。豆腐など増えたもんじゃない。なんだよ。あんたのことよく覚えてるよ。天の道を行く人だ。
闇の住人を気取っているつもりらしいが、お前らはまだ本当の闇を見ていない。あ、兄貴、こんなやつやっちゃおうよ。ただ倒すよりもう一度豆腐勝負でお前に本当の闇を見せてやる。いいだろう、言っておくが、俺は負けた借りを必ず返す。悪いんだけど豆腐全部売り切れなんだよね。悪いね。確かこの先には兄貴が使っていた豆腐屋が。その豆腐で天道と勝負するつもりか。俺の作る地獄の豆腐料理、楽しみにしていろ。困った人たちだ。このエリアは我々ワームが完全に制圧しているというのに。今俺を笑った Go to hell。天道来ないね。どうせ俺の、まあいいか。どうするつもりだ。どうって助けるんだよ。兄貴だってこの前、俺がバカだった。見ろ、二度とバカな真似ができぬよう俺は自分自身を罰した。さらなる暗闇を取り戻すための。すごいよ兄貴、すごすぎるよ。よう、お前たちも手を貸せ。ワームと戦うのに手が足りん。闇の底には誰の声も届かない。帰るぞ。いいのかよ。ああ、一瞬でも奴らを当てにした俺がバカだった。